つって、犯人のトランプ氏への気持ち、トランプ氏への気持ちと、あとあれにしよう、犯行への気持ちみたいな、トランプ氏への気持ちと犯行への気持ちだから、どのくらい意思があったのか。さっき見た限りではすごいぐらついた意思っていうか、不安定な中やったみたいな感じだったけど、もう一回見てみるね。トランプ氏への気持ち、犯行への気持ち、女帝、どういうこと、なんだ、女帝とカップのクイーンが逆を向く、相反する感じ、なんだこれは、なんだ、犯行への気持ちにタワーが出たね。へー、ズバッと出ました。どういうこと、なんか愛してるんだけど、その可愛さ増して憎さ100倍的な、愛と憎しみが両方あるね。そうそう、この人相当不安定だね。うん、正常な判断力を持った人がもう強い意志でやったではないよね、これは。多分犯行への気持ちもまたすごいもんだって、タワーに世界の逆にカップの、なんかさ、もうなんだろう、もう限界、自分のメンタルが限界、崩壊、妄想とか、うん、広がる妄想みたいな、それが限界で、なんなら なんだろうね、トランプを殺せば自分がリーダーになるみたいな感じ。ちょっとこれは精神的に病的な状態だったと言っていいんじゃないかしらって思うんだけど、うん、なんかおかしいよね、うん、出るカードがなんかおかしい。そう、愛と憎しみが入り混じり、しかもね、女性のカードだよ、なんだよな、なんだろう、自分のことをこう、何、精神的に育んでくれたような存在であり、でもだからこそ相手とのトランプさんとの境界がこうなくなってる感じなのよね、うん、身内みたいな感じになっちゃってて、憎いみたいな、憎いっていうか、うん、そうで、犯行への気持ちがね、もう自分が限界だったみたいな感じ。このカップの7が出てるとさ、本当に何、夢とか妄想とか、だから病気でこうすごい妄想が入っちゃったか、薬アルコールとかなんかそういうもので妄想が入っちゃったか、なんかグラグラな状態でやったと思う。なんか判断力みたいなのない状態っていうか。で、この事件で共和党、民主党、無党派のへの選挙の影響はどうなるか。団結するのか分断するのか。ペラッと飛んだカード。太陽。何が飛んだのこれ。共和党、あんまり良くないね。民主党、かといって民主党がいいかと言われたら民主党も良くないね。その他、無党派、無党派が一番最終結論がいいかな。ズバッと出ました。どれも混乱ですね。選挙への影響、いや、なんか民主党さ、民主党じゃない、共和党ね、こんなことがあったらこう一致団結しそうかしらみたいにね、思うじゃない。やっぱりトランプさんはすごいみたいなとかね、わかんないけど、うん、なんか、いや、そうでもない。今後ね、離れる人とか結構カオスだと思う。なんだろう、一筋縄ではいかないね。で、なんだろう、多分ね、まだ今日だからさ、事件が。今後の展開でさ、出てくる情報とか、議論されることで、やだ、こんな党みたいな、共和党なんかやだみたいにこう、嫌になっちゃって、逆に去る人とかが出てくるのかな。で、民主党も混乱よね。
バラバラな感じ、なんか不毛な争いみたいなのが中で起きそうだし、ま、全然まとまらない感じで、無党派も途中までめっちゃバラバラなんだけど、ラスト一致団結みたいな感じ、信念が一つみたいな。なのでこの中で一番マシなのが無党派かな、選挙への影響っていう意味ではね。何がどう起こるんだろう今後で、はい、共和党かっこトランプ氏の今後の選挙戦はどうなるか。これはね、なんか最終結論勝つか負ければこうやって占うときあんまり関係ないです。うん、あの今までの経験上、その人の中でなんだろう、良くなるか悪くなるかみたいな感じで、絶対的なその人の中の運勢っていうか、誰かと比べてっていう感じではない、相対的な運勢っていうより絶対的な運勢というか、共和党かっこトランプ氏の今後の選挙戦どうなるか。世界の逆は出た、出るのやめるとかじゃないよね、なんだろう、ズバッと出ました。あ、でも出てるカードが波乱万丈だね、いろいろね。世界の逆、これ選挙戦が一時中断ってことかな。トランプさんが出るのをやめるとか、まあ、両方考えられるけど、なんかとにかくなんか中途半端に何か一時中断みたいな、一回終わっちゃうみたいな感じが出てるの。ただ気持ちはこう満たされてるから、 なんだろうね、これがまず一個すごい気になるのと、ただ近い将来はすごい前進するのね。で、環境はね、あんまり良くないんだな、力の逆。共和党を取り巻く環境はなんか力が足りない感じ、エネルギー不足な感じ。だけど、愛の矢のカードとか正義のカードが出てるから、最終的には正当な判断をこう、国民からされる感じ。正義はね、そう、厳しいは厳しいよ。厳しいって何？いいカードなんだけど、厳しい目で判断されたり、自分が厳しく判断したりみたいな、刀持ってるからね、バランスを取りながら、厳しい判断をバサッするみたいな、うん、良くも悪くもみたいな感じなので、まあでもそんなに悪くはないかなと思って、今のこの世界の逆だけなんだろうって気になる。うん、トランプさんがしばらく入ね、こう様子を見るために1週間ぐらい入院するみたいな世界の逆で、また復活するとかかもしれないし、うん、はい。で、民主党かっこバイデン氏他の今後の選挙戦どうなるか。バイデンさんはもうさすがに出れんだろうって言っても、ハリスもあんまり人気ないんでしたっけね、なんか分からんけど、記事を見てる限り、ニュース記事を見てる限り、ハリスにあんまりみたいな。誰が出るんだろうね、誰もいないのかな。懐かしいね、4年前の大騒ぎの大統領選、陰謀渦巻く。本当にあの時 YouTube は盛り上がってですね、大変でしたよ、毎日。なんか、いろんなチャンネルをチェックするのが、本当に。大変じゃなかった興味ある人大変だったでしょ、なんか、あの人と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 みたいな、みんな見なきゃみたいな、毎日みんな、何か新しい情報アップするみたいなね。そんな時代あったね、4年前にね。民主党、分裂のカード、恋人の逆。ソードのクイーンの逆、孤独孤立、ズバッと出ました。誰が出るかね、カップのキング、カップのページ、誰だろう。カマラ・ハリスじゃなくて、女性じゃなくて誰か別の人が出るのかな。民主党、最初はっていうか今は分断がなんか始まってるっていうか、始まりそうっていうか、で、近い将来も孤独孤立、なんかこれを見た時に
ハリスかなって思っちゃったんだけどね、女性が孤立してるカード見たら。で、立場、そうだな、なんか後悔とか信念がないとかさ。で、環境もなんか満たされない感じでしょ。あんまり応援っていうか追い風じゃないよね、うん、だがしかし最終結論だけいいんだ。カップのページとカップのキング、なんだろう、なんかこう心の広い優しいリーダーみたいな人が現れるのかな。誰だろうね、うん、で最終じゃない対策注意点がマジシャン、まあ可能性はゼロではない。今後この誰を立てるかでなんか逆転の可能性はゼロではなさそうだけど、うん、でケネディ・ジュニア氏ね。ケネディ・ジュニア氏他にいるのかしら、無党派で。今のところ聞いてないからいいよね、この人だけで。ケネディ・ジュニア氏の今後の選挙戦はどうなるか。何、ケネディ・ジュニアと言いつつケネディ家からは応援しないかなって言われてんだね。複雑複雑だわと思ってね。日本とかだったらさ、家族総出で応援するじゃんね。政治家一族だったらなんだろうね、あまり仲良くなかったのかな。ケネディ・ジュニア氏ズバッと出ました。 あんまり良くないかな。今星の逆か、絶望みたいな、なんだろうね、失望しちゃう、がっかりしちゃうみたいな、願い叶わずみたいなのがもうすでに現在のとこに出てて、近い将来迷いだよね、どうしようかなみたいな。優柔不断なカード、立場のところにもなんかこう人との信頼関係とか、誰か協力者がいないとか、協力者と分断しちゃうとかみたいなのが出てるし、ただ環境はなんかこう確固としたね、彼を支持する一定数のこうカチッとした層はいそうだね。で、対策じゃない、可能性に悪魔で、最終結論にカップの6。最終結論にカップの6ってどういうことやね。一応優位性のカードであるけど、感情に訴えて優位に立つ、なんだろう、そうだな、まあでも民主党と同じくらいの良さかな。最終結論カップのキングかカップの6か、まあどっこいどっこいな感じかな。で、対策注意点に正義、優柔不断が一番良くないみたいな、白か黒かなんかよく見定めてバランス取りながらもちゃんと判断しなさいよみたいな感じが出て、どこも厳しいですね、選挙戦ね。で、はい、リクエストのサイン、あの2番目のやつあれいきますよ。これ、はい、次のアメリカ大統領は誰？1、民主バイデン、2、民主その他、3、共和トランプ、4、共和その他、5、民主共和以外、6、大統領選中止。はい、これはどうかな、可能性、当選の可能性を順位付けしよう。これいつなの、何月何日なの、これ全然わからないまま占って、だいたい秋だっけ、冬だっけ、秋だっけ。前回の記憶によるとめちゃめちゃ占ってたのがさ、夏から秋にかけてめっちゃ占ってた記憶があるんだ。もうコロナ禍だったからその時期に食い込んだとかじゃなくて、ちょっと分かってないんだな、いつなんだ、 秋くらいなのかな。さて、はい、民主バイデン、ソトノさん、民主その他はないかな、民主は厳しいかな。今日はトランプ汚染者、あーここですかね、強いね、これは強い、戦車に力でしょ、ゴリゴリ強い。ちょっと待って、動かす、なんか入りきらない。これが3ね、1、2、3、
4、今日はその他。あ、これもでもありえるかな。皇帝だもん。これもありですね。皇帝強いな。これは共和かな。トランプしか。でも前回占ったらケネディジュニア氏も良かったんだよ。そう、前回占った時はトランプ氏もどっちも厳しいねみたいな感じで、じゃあケネディジュニアしかねみたいな感じだったけどね、今日のこの事件でケネディジュニア氏の結果はどうなったか。ああ、そこそこいいですね、うん、で大統領選中止、中止、中止はないかな。ズバッと出ました。中止、中止だったらそれこそ死神だよね。死神の逆だからな。まあ死神の逆も一回停止して生まれ変わるだけど、やるんじゃない一応。うん。中止はなしで、今日はじゃない。民主は、だいぶ厳しいです。ちょっと斜め置いとく。厳しい、うん。バイデンさんでも、その他の人でも厳しい。で、この3人が非常にいいですね。これ中止。トランプさん、その他の候補、どっちでも力でも、皇帝でも、めっちゃ強いので、どっちでも勝てそう。で、民主共和以外の候補、無党派、まあ、今のところケネディ・ジュニア氏もそこそこ良いと思います。僕やっぱ6のカードが出てるので優位性を保つ感じなので、1位は3か4、多分どっちでも今の状況だと勝てると思う。共和がトランプさんの別の人になりました。ごめんなさい、ちょっとトランプさん志半ばにしてちょっと体調が悪いので別の人が出ますって、もしもよ、なったとしても、なれると思う。なので、わー、なんか、前回のね、4年前の占いは、トランプさんはならない、ならないってこんなに言ってたのに、トランプさんがすっごい強い、こんなカードが出ている4年後。すごいね、なんかね。はい。で、5番目、民主共和以外の方もかなりいい感じだと思います。この方2番って感じ。で、民主はないかな。なんとなくね、なんか。はい。です。こんな感じでいかがでしょうか。動画2本分になったかな。はい。では、まずはトランプさんがね、元気な姿で大丈夫だよって言ってくれるといいね、なんかね。いや、なんか応援してるしてないとか、なんかそういうのに関わらずさ、なんか嫌じゃないこういうの。うん、ね、はい。では、じゃんけんいきます。たまきじゃんけん、じゃんけんぽい。チョキなので、グーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。